指差し太郎の標識教室。またやったかも。皆さんこんにちピース。皆さんこんにちピース。みんな元気にしてるかな。これから暑い夏がやってくるけど、これからの季節は交通ルールを守るのと同じくらい熱中症の対策もしっかりしないといけないね。そうですね。元気に夏を乗り切れるように食う、寝る、遊ぶで頑張りましょう。カメラマンさん、仕事も頑張ってね。はーい、頑張ります。ところで、僕は夏は好きなんですけど、サシ太郎くん、夏好きですか？正直、あんまり好きではないかも。なんでですか？スーツ着てるから、結構暑いんだ。脱げばいいじゃないですか。いや、ちょっと太ってるから恥ずかしくて。暑くても、頑張って道路標識を紹介していくよ。はい、よろしくお願いします。今日説明する道路標識はこれ、踏切あり。みんな大好き、電車のマークですね。そうだね、みんな大好き、電車のマークだね。見たことあるかな？もちろんありますよ。家の近所の踏切にもこのマークがついてます。でもこれって遮断機もあるし、気をつけるって言っても何に気をつけるんですかね？確かに遮断機がある場所がほとんどだね。でも遮断機がついてない踏切もあるし、遮断機が壊れている場合もあるかもしれないよ。確かに可能性がないとは言い切れませんね。だから踏切を渡るときは、遮断機がある踏切でも左右をよく見て、電車が来ていないことをちゃんと確認する必要があるよ。それから電車の音が近づいていないかを確認するといいね。なるほど、確かにそこまで確認していれば安心かもしれませんね。そうだね。自転車やバイクに気をつけるのと同じように、電車にも気をつけて通行しようね。はい。ところで、踏切ありの警戒標識は図柄が2種類あるのは知ってるかな？はい、ここにあるのは電車の絵ですけど、他にも機関車のように煙を出している絵もありますよね。そうそう、蒸気機関車が走っている時代からある警戒標識だから、最初は SL の図柄だけだったんだけど、時代から機関車が徐々に減っていって、電車の図柄が採用され設置されるようになったんだね。へえ、標識の図柄にも時代が反映されてるんですね。歴史を感じるね。みんなも標識をちゃんと見て、交通ルールを守って、事故に遭わないように気をつけましょう。はい、ではまた別の標識で会いましょう。はい、チャラバイ。では次の標識へ、チャ